良品は2000年にアドベンチャーワールドで初めて誕生したジャイアントパンダです。現在良品は15歳、そしてアドベンチャーワールドに暮らしております海浜、洋浜、流浜、そして2014年に生まれました桜浜、桃浜のお母さんです。その他中国へ帰った子供たちを含め今までに7頭の子供を産み育ててきました。そんなお母さんパンダ良品へ日頃の感謝を込めてプレゼントを贈ります。ぜひ最後までお楽しみください。さあ、それでは早速良品にプレゼントを用意いたします。運動場にはすでに竹がありますが、もう一つ良品にプレゼントしますのはとっても大きなタケノコです。はい、こちらのタケノコ持ってきたんですけれども、非常に大きなタケノコです。私の身長約150センチなんですけれども、このタケノコ2メートルあります。さあ、このタケノコは私たちが食べるタケノコと同じ種類です。春の時期ですから、皆様ご家庭の食卓にこういったタケノコ並んでいるのではないでしょうか。パンダも実はこのタケノコ大好物です。パンダにとってのごちそうなんです。これは孟宗竹という種類の竹です。ここに置いてある竹も孟宗竹の葉っぱの部分です。このタケノコはその孟宗竹のタケノコの部分なんです。非常に大きなタケノコなんですけれども、私たちがこのくらいの大きさのタケノコを食べてしまいますと非常に苦味を感じるくらいですが、パンダにとってはこういったタケノコは本当に美味しいものみたいでして、非常によく食べます。ただ普段はこのタケノコ与えるときは小さく切って皮を剥いて与えるようにしているんです。ただ今日は母の日ですので、日頃の感謝を込めてラフィにこのまま超巨大タケノコをプレゼントいたします。さあ、ラウヒンはこのタケノコどうやって食べるのでしょうか。このようにしてタケノコをそのまま与えるのは私たちにとっても初めてのことですので、すごく楽しみです。さあ、ラウヒンがどのようにして食べるのか、どんな反応を見せるのか、皆様よかったらこちらをご覧になってよく観察してみてください。さあ、ではそれでは間もなくラウヒンが登場いたします。さあ、こちら皆様の方にも同じ大きさのタケノコを用意しております。ぜひお近くでご覧ください。触っていただいても構いませんが、タケノコの表面には細かい毛が生えておりまして、ザラザラしております。少し肌が荒れてしまう方も周りにいらっしゃいますので、ご注意ください。さあ、それでは本日の主役ラウヒンを皆様で呼んでいきましょう。私がせーのと掛け声をかけますので、一緒に、今日は母の日ですので、ラウヒンお母さんと大きな声で、呼んでいただきますようお願いいたします。それではお願いいたします。せーの、ラウヒンお母さん。さあ、左側の扉が開きまして、本日の主役お母さんパンダラウヒンの登場です。2000年にアドベンチャーワールドで初めて誕生したお母さんパンダラウヒン、現在15歳ですが、今までに7回の出産を経験しております。小さな頃はとってもやんちゃなお母さんって、やんちゃなラウヒンだったんですが、元気にすくすくと成長しまして、2008年に初めて双子のパンダ、メイヒン、エンヒンを出産しました。
大人後2010年にはまた双子の対比陽比、2012年には夕比、そして2014年に黄比陽比、全部で4回の出産で7頭のパンダを出産しているんです。良浜の体重は現在105キロ。大きな体をしているお母さんパンダ良浜はとても肝様に子供たちを育ててきました。さあ、そんなお母さん良浜を、早速大きなタケノコに気づいているようです。とても興味津々で匂いもクンクンと嗅いでおりますが、ちょっとどこから食べたらいいのか、どこから取ったらいいのか、ちょっと困っている様子も伺えます。普段はこのタケノコ食べやすいようにスタッフ切って与えておりますので、そのまま食べることができるんですが、皮もたくさんついて長いまんまのこのタケノコ、ラウヒがどうやって食べて受け取ってくれるのか楽しみなのですが、さあ先に竹を食べ始めております。竹もパンダの主食です。ラウヒの大好物でもありますので、ちょっと食べ方に困ったのか、先にとりあえず竹を食べようといった感じでしょうか。さあ、それではお母さんパンダラウヒのお母さんとしてのちょっとしたエピソードもお話しいたします。ラウヒ、今まで4回の出産をしておりますが、初めての出産の時はやはり人の助けが必要で不器用なところもありました。スタッフが手助けをしてあげて、ようやく名品英品双子のパンダを育て上げていきました。やはり初めての出産、子育てはとっても大変なようで、お母さんラウヒも奮闘しておりました。しかし出産を重ねるごとに、だんだんと子育て上手なお母さんに成長してきたんです。さあ、またタケノコに興味を示しております。どうぞ皆様ご注目ください。さあ、そんなお母さんパンダラウヒ、本当にお母さんをしているなぁと見ていて思うところは、小さな体をしている赤ちゃん、冷たい床に落ちてしまいますと体温が下がって弱ってしまいます。それはしっかりと知っておりますので、落とさないように両手両足をしっかりと使って抱っこしてあげるんです。また自分が眠る時も腕枕をしてあげたり、眠っているのに赤ちゃんのことをしっかりと気遣っているところがございます。またミルクを飲ませる時には、赤ちゃんが飲みやすいようにしっかりとお乳のところまで赤ちゃんを誘導してあげるんです。で、子供が手元からいなくなってしまった時には、我が子を必死で探すお性本能もしっかりと持っております。我が子を思い大きく育てようという思いは、私たち人とも全く変わりません。とても立派に子育てをしてきましたお母さん、いつもの感謝を込めまして、本日は特大のタケノコをプレゼントしております。ようやく豪快に横からかぶりついてタケノコを食べております。さあ、それではお待たせいたしました。会場にいるお客様からもお話を伺っていきます。アドベンチャーワールドに遊びに来ていただきました、お母さんと息子さんの親子のお二人にお話を伺っていきます。さあ、本日はどちらからお越しいただきましたか。神戸から。はい、お越しのお客様ですね、お名前お伺いしてもよろしいでしょうか。中塚元気さん、今は小学生ですか。小学2年生です。小学2年生の男の子、
中塚様にお話を伺っていきます。今日はお母さんと遊びに来てくださったんですね。今日は母の日というのはご存知でしたか？忘れてた。はい、じゃあ今日のイベントで思い出していただけましたね。ではまずランキンお母さん見たの初めてでしょうか？お母さんいっぱい子育てしてるので、お母さんファンのランキンによかったらいつも頑張ってるねと一声かけてもらえますか？いつも頑張ってるね。ありがとうございます。さあランキン聞こえましたでしょうか？では、せっかくなので、元気くんのお母さんにもいつもの感謝を込めて何か一言いただけますか？いつもご飯を作ってくれてありがとう。ありがとうございます。お母さんのご飯とても美味しいんですね。はい、ありがとうございました。今日は母の日ということで、お母さんのヒント、本当のお母さんにもメッセージをいただきました。元気くん、素敵なメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。森匠様でやってしていらっしております。はい、ではまたお伺いします。じゃあお名前とどこから来たか教えてください。北田ほのかです。ほのかちゃん、大阪から来ました。はい、大阪から来ていただきました。ただほのかちゃんに お話を伺いします。今何年生ですか？1年生です。小学1年生の女の子ですね。では母の日ということですので、じゃあほのかちゃんも直日に一言いただけますでしょうか？子供を育ててくれてありがとう。ありがとうございます。今アドベンチャーワールドには5頭のエコパンダ、子供のパンダが暮らしておりますので、ラウヒのおかげでいろんなパンダが見ることができますね。ではほのかちゃんのお母さんにもせっかくなので一言お願いします。いつもありがとう。お母さんもじゃあ一言。パンダに元気に育ってくれてありがとう。はい、とても素敵なお宿ですね。ありがとうございました。ナオヒにお日が届いているかと思います。さあ皆様、本当に素敵なメッセージお言葉ありがとうございました。もっともっとたくさんの方とお話をしていきたいのですが、時間が少なくなってまいりました。ナオヒもタケノコ真っ二つにしまして、いっぱい食べております。お母さんが知り合ったの？さあ、ここでただいま園内で行っておりますスマイルフォトキャンペーンにぜひメッセージ付きの写真を皆様に投稿していただければと思います。スマイルフォトキャンペーンでは、アドベンチャーワールドで撮影した写真をメッセージ付きで投稿いただけます。総正解。その写真の中から抽選により、優先された方には素敵なプレゼントもあります。ぜひアドベンチャーワールドのホームページや今お配りしておりますカードの QR コードからアクセスしていただきまして、本日は母の日ですので、ラウヒへのメッセージも、お母さんパンダへのメッセージもご投稿ください。また母の日のこの機会に、皆様ご家族への感謝の気持ちを込めたメッセージを送ってみてはいかがでしょうか？さあ、それでは以上をもちまして、ジャイアントパンダ良浜の母の日イベントを終了させていただきます。終わり。私たちはこれからも人と動物と自然との触れ合いをテーマに頑張っていきます。それでは皆様、この後もアドベンチャーワールドで素敵なお時間をお過ごしください。ありがとうございました。ありがとう。パチパチして、
寒かったな。